It's Erina and Skylar. Welcome back to our channel. Skylar, 何歳になりましたか？先歳。はい、今回はこの前、Skylar 3歳になったので、またまた成長記録をしていきたいと思います。Do you want to talk about yourself? Yeah. Yeah? Okay. Skylar のお話ししようね。うん。それではよかったら最後まで見ていってください。Let's start!この前スカイラの3歳の検診に行ってきたんですけど、体重が15キロ、身長が 90.3 センチでした。私は一応日本の母子手帳を持っていて、これで見るとスカイラは一応平均なんですけど、体重はちょっと平均でもちょっと上の方で、身長は平均でもちょっと下の方でした。まあうちのトムが身長があんまり高い方じゃないので、まああんまりそんなに身長は伸びるとはあんまり期待はしてないんですけど、まあ今のところ身長も体重も平均でした。3歳の検診どんな感じなんですかっていう質問ももらっていたんですけど、まず病院に行ったら、こういうチェックリストに記入してくださいって言われます。こういう絵描けますかとか、こういう動きできますか、片足で立てますか、文でお話できますか、どれぐらいの単語を使ってお話できますかとか、そういう感じの質問の紙に記入をします。それから、いろいろ体重とか身長とか測るんですけど、今回は初めて目の検査がありました。なんかほんと日本でもあるような感じで、これは何、これは何って質問をされるんですけど、スカイラーは一応両目 2.0、2.0 でした。それからドクターに会って、目とか鼻とか耳とかお腹とかちゃんと大丈夫かってチェックがあって、それからなんかこういう動きができる、こうやってお話できるかっていうテストまではいかないんですけど、そういうのがあって、予防注射があるんですけど、今回は特に予防注射はなくて、インフルエンザの予防注射だけをしました。で、聞いたところ次の検診は4歳までなくて、で、予防接種も4歳までないみたいです。おお、飲むの？いいよ、どうぞ。で、次に1日のスケジュールなんですけど、1日のスケジュールそんなに変わりはないんですけど、ちょこっとだけあります。まず朝起きるのが、2歳半の時は6時半、6時半に起きてたんですけど、今は7時半、7時半ぐらいに起きます。12時ぐらいにお昼を食べて、1時か、まあ、2時ぐらいにお昼寝をして、彼らがまだ寝てても4時には絶対起こすようにして、6時にご飯を食べて、7時半、まあ8時ぐらいにお風呂に入って、8時半から9時ぐらいに寝るっていう感じです。で、ちょっと夜のルーティーンがちょっとずれてるのは、まあスカイラーが前よりもっとエネルギーがあって、もっと遊びたいくて、あとトムとお風呂がすごい大好きで、もうすごいスカイラーとトムでも30分40分ぐらいお風呂ずっと入ってギャ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 2人で遊んでるんですけど、でそれも押しちゃってるっていうのと、日が暮れるのが早くて遊び足りないっていうのがちょっと原因かなと思うんですけど、そのうち日が長くなるので、そしたらもっと外で遊べるので、もっと疲れて早く寝るようになるかとは思うんですけど、今はこんな感じでちょっと夜のルーティンがずれています。トイレトレーニングなんですけど、スカイラーは今はもう日中、朝から晩まではもうダイパーなしです。なので昼間はおむつを卒業しました。で、夜寝る時はまだおむつをしてるんですけど、昨日の夜とかも夜中に起きてきて、トイレしたいって言って起きてきたりとかして、週1、2回ぐらいは夜中に起きてくることもあるんですけど、まだ夜はね、ダイパーをしています。お兄ちゃんパンツだね、お兄ちゃんパンツ履いてるね。うん、トイレトレーニングどういう感じでしましたかって質問をもらっていたんですけどトイレトレーニングは、まあ、私の中で、まあ、大体のゴール、まあ、3歳までにはおむつ卒業してほしいなっていう、まあ、ぼんやりしたゴールがあったんですけど、まずトイレを買ったのは2歳2ヶ月ぐらいでトイレを買って、それが大人用のトイレにつけるやつを買ったんですね。で、それをやってたんですけど、あんまり好きじゃなくて、なんかトイレに座る、まあ、習慣がついてないし、もう最初はなんか、あ、やだやだ、もう終わり終わりって、そんな感じで座らせてステッカーを上げてとか、YouTube を見せたりとか、本を読んだりとかもしてたんですけど、まあ、ゆっくりやるかみたいな感じで、私もそんな真剣じゃなかったんですけど、2歳8ヶ月7ヶ月ぐらいの時に持ち運びのできるトイレを買ったんですね。で、買った日からもうおしっことうんちをここでしてねって言って、もう家にいる時はもうダイパーなしを始めたんですね。始めたらその1回目からスカイラーはもうそのトイレでおしっこするようになったので、あ、もうすごいと思って、もうそっから家にいる時はまあダイパーなし、なるべくダイパーなしっていうのを2歳9ヶ月ぐらいまで出ました。で、それからちょっと日本に行ったり、ハワイに戻ったりっていうのがあったので、ちょっとまあ、なーなーになった時期もあったんですけど、2歳
前9ヶ月の時から日中家の中にいる時はもうダイパーなしにしようということでダイパーなしにしました。いつでもトイレに行ける感じにしていたんですけど、それをしていて、でそれから大体2歳10ヶ月になる前ぐらいからもうじゃあ完全にお兄ちゃんパンツにしようということでお兄ちゃんパンツを始めて、でビログマスを見てくれた方はわかるかなと思うんですけど、2歳10ヶ月の時からもう完全にお兄ちゃんパンツ、出先でも車の中でもおしっこの心配はなくなりました。その時もちょこちょこお昼寝の時はちょっと心配だったのでお昼寝の時はおむつを履かせたりしてたんですけど、2歳11ヶ月になるちょっとぐらい前からお昼寝の時もダイパーなしにしてみたらおもらしなかったので、もう2歳11ヶ月の時からもうずっと一応朝から晩までお兄ちゃんパンツを履いていますね。疲れた。ちらっと言ったんですけど、昨日も夜中に起きてきてトイレ行ったし、なので今日朝起きたらおむつはもう綺麗なままだったので、ちょこちょこ夜もね分かってきてるんだなとは思います。自分的になんですけど、これが良かったんじゃないかなって思う点が、一つ目がもう焦らないこと、もう気長に行くこと、二つ目がそのお子さんに合ったトイレを探すを使うっていうのが良かったんじゃないかなと思います。彼らの場合はこのトイレを買ったんですけど、これを買ってで結構うまくスムーズにトイレトレーニングができたので、スカイラに合ったトイレを使ったので良かったんじゃないかなと思います。3つ目がトイレトレーニングを始める前からもうずっとママトイレ行ってくるね、おしっこするねって言って声かけをしてたんですね。で トイレに行くっていうのが普通だよって、トイレでおしっこするのが普通だよっていうのをもう前々から言ってたので、それも良かったんじゃないかなと思います。そしたら次食べ物なんですけど、今までは本当薄味をしていたんですけど、最近はもう本当に私たちと一緒の食べ物を食べるようになりました。でも味をつけなくても食べるもの、スカイラの場合はブロッコリーとか人参とかあと豆腐とか卵とかゆで卵、目玉焼きとか、あとこの前は焼いたナスもそのまま食べてたので、味をつけなくてもそのまま食べるものは結構そのままあげることが多いです。いつからスナックをあげるんですかっていう質問をもらっていたんですけど、他の動画で話したかなと思うんですけど、スカイラの場合は3食しっかりご飯を食べるんですね。なので別にスナックをあげる必要ないなと思ってあげていないです。なんでかというと、お菓子から栄養は取れるかって言ったら私的な意見なんですけど取れないと思うので、それだったらご飯をしっかり食べてほしいなっていう気持ちがあるので、別にねお菓子をあげるっていうのは考えていないです。で、二つ目が、食材購入の動画を見てくれた方はわかるかと思うんですけど、あまり普段からチップス、キャンディー、チョコレートって買う人じゃないので、あったらあった分だけ食べてしまうので、私たちも控えてるんですけど、でも、ね、普段から買う人たちじゃないので、スカイラにわざわざね、スカイラのためにお菓子を買うっていうのも変かなと思うので、お菓子も買わないっていうのも一つの理由です。でもやっぱりお友達が食べてたら、お友達がもらったらやっぱ食べたくなるし、興味も持つので、そういう時はね、キャンディーとかチョコレート、ジュースじゃなかったら、あげています。もし外出先で、ちょっとね、私たちの小腹が空いちゃったって時は、3人で一緒に食べれそうなスナックを食べたりしています。イヤイヤ期なんですけど、イヤイヤ期は自分的になんですけどないと、まだないと思います。でも2歳から4歳ぐらいまでにイヤイヤ期は来ると聞いたので、まだこれからじゃないかなと思います。最近はやっぱり本当にいっぱい喋るようになったので、いろいろ教えてくれたり、いろいろ自己主張が出てきるようになってきたので、前よりはちょっと頑固というか、嫌な時は嫌って言うし、やりたくない時は嫌、やりたくないっていうようにはなったんですけど、でもそれで私たちがすごい苦労しているっていうことじゃなくて、外出先で泣きわめくとか地面に横になってわーってなったりとか、そんなに激しくはないんですけど、昼寝をスキップしちゃうとちょっと機嫌が悪くはなります。絶対1日に1回は私とかトムがダメっていうことをやっちゃったりするんですけど、タイムアウトも週に1回2回は絶対すると思います。あと怒ったりもするんですかって質問をもらっていたんですけど、怒ります。ちっちゃいことだったらそんなに強く怒ったりはしないんですけど、本当にダメなことをしちゃったりとか、本当に怒らないといけないっていう時は、肝に届くぐらい強く怒ります。で、怒ったら、やっぱり冷静になった時に、これがこういう理由で、それは言っちゃいけないことなんだよっていうのを伝えます。なので、タイムアウトはすごくいいと思います。タイムアウトについては1歳半だったかな。動画で、こちらの動画で、詳しく説明しているので、まだ見てない方、よかったら見てみてください。本当にお互いが冷静
生になってお話ができるのでタイムアウトもおすすめです。で、悪いことをして謝らせるときはごめんなさいだけじゃなくて何々をしてごめんなさいって言わせています。彼自身も頭の中でその言葉を考えながら言ってくれているので、ごめんっていうよりは何々をしてごめんなさいって言わせた方がなんか重みがあるというか、彼も頭で考えてくれるのでいいんじゃないかなと思ってそのようにしています。特にそんなに怒ることじゃないんですけど、なかなかもう片付けをしてくれない、なかなか車に入ってくれない、なかなか何かをしてくれない時は数を数えます。10、9、8、7、6っていう感じでカウントダウンをし始めると、スカイラもで急いで片付けをしてくれたりとかしてくれるので、そんな感じでカウントダウンをしています。言葉なんですけど、言葉も日本語と英語両方を喋ってくれます。日本語と英語も違うっていうのも分かってきたみたいで、トムには英語、私には日本語になっています。で、あとジーズとバーバー、日本語英語どっち喋るって言ったら日本語っていうし、トムの家族を言うと英語って言ってくれるので、本当日本語と英語は違う言葉なんだよっていうのも彼自身の中で分かってきているんじゃないかなと思います。で、あと時々ね、私にも英語で喋ってくる時もあるんですけど、それを日本語で言って、日本語でお話ししてって言うと日本語に変えてお話ししてくれるようになったので、そのスイッチも彼の頭の中でできているんじゃないかなと思います。あと言葉もたくさん、もう私たちが喋ってることも分かるようになって、ケーキとかアイスクリームっていう時はそれにすごい反応しちゃうので、 Let's eat じゃなくて Let's have とか、ちょっと遠回しで話をしたりとか、ケーキとかアイスクリームっていう単語を使うんじゃなくてアルファベットで言うようにしています。 Let's haveCAKE とかそういう感じで彼に分からないように今は話をトムとするようになりました。最近言葉で気をつけているのはもう察しないようにしています。何かを動作をしていてスカイラーっていうと、スカイラーもしたいんだなって思ってやらしていたけど、最近はじゃあ何をしたいの、スカイラー何が欲しいのっていう感じで、スカイラーにスカイラーこれだけじゃなくて、スカイラーこれしたい、これが欲しいっていうのをちゃんと彼に言わすようにしています。やっぱりなかなか言葉が出ない時もあるんですね。けどそういう時は大体したいことは分かっているんですけど、スカイラー何？ご飯食べたいの？トイレに行きたいの？音楽聴きたいの？っていう感じで3つぐらい例文を挙げて、その中から1つ選んでもらって言葉で言ってもらうっていうのをしています。察しないで彼自身の言葉で言わせた方が、文法が間違えてる時もあるんですけど、一生懸命頭で考えて自分の言葉で言ってくれるので脳にも刺激が与えられていいんじゃないかなと思うし、やっぱりそっちでそうやってやった方がコミュニケーションも広がるのでいいんじゃないかと思って、最近はもう察しない、もう彼の言葉で言わせるようにしています。今までと違うことなんですけど、今までは軽い嘘も通じてたんですけど、それがもう通じなくなりました。もう何でも結構覚えているので、じゃあ後で何々しようねって言ってたら、何しようってさっき言ったじゃんみたいな感じで言われるので、本当に嘘が通じないようになりました。スカイラーが好きなこと、好きな遊び、あとおもちゃなんですけど、最近は本当ヒーローものが大好きです。パーパチョロとか、あとライニーマクイーンとか好きなんですけど、それでお人形ごっこをするのがすごい好きです。あと色を塗ったり絵を描いたり、お店屋さんごっこをして遊ぶのもすごい彼は好きです。あとダディと一緒にヒーローのマスクをしてなんかヒーローごっこをしたりとか、あと最近は本当にお手伝いが大好きです。洗濯物を手伝ってくれたりとか、トースターを出してくれたりとか、簡単なお手伝いなんですけど手伝いもさせてます。手伝いをしてくれたら最近はお金をあげるようにしています。まだこれはいくら、これはいくらっていうのを教えてないんですけど、これがお金なんだよ、いっぱい貯まったらおもちゃが買えるんだよっていうことを教えるために、少しずつそういうのもお金をあげて貯金箱に入れていくっていうのも最近はし始めています。で、おもちゃなんですけど、買ってよかったな、スカイラーに合ってたなっていうおもちゃは、クリスマスの時にサンタさんから絵を描くおもちゃをもらったんですね。で、それが良かったなと思いました。今までもすごい絵を描くのが好きだったんですけど、それを使うようになってから本当に絵が好きで、もう絵描きたいって言ったりとか、それを使わないで絵を描く時も本当に綺麗にちゃんと絵を描けるようになってきたので、
本当良かったなと思います。このおもちゃなんですけど、また携帯を使うゲームアプリケーションなんですけど、モンスターが出てきてアドベンチャーに行く、これを描いて、これが欲しいっていうものをスカイラーが描くんですよ。でスカイラーが描いた絵がスクリーンに出るんですよ。でモンスターがそれを使って何かをするアプリケーションなんですけど、自分が描いた絵がスクリーンに映ってモンスターがそれを使って何かをしているっていうのがすごいなんか楽しいみたいで、前も好きやったけどもっと絵を描くことが好きになりました。あと本当もっと綺麗に絵を描けるようになりました。オズモっていうんですけど、その絵を描く以外にも数字だったり形を作ったりとか、あとディズニー系のアプリケーションも出ているので、でいろいろな遊びができるのですごいこれおすすめです。5歳ぐらいから使えるやつなんですけど、スカイラーももともと絵が好きだって、絵を描いたりするの好きだったのでいいんじゃないかなと思ってサンタさんにお願いしたんですけど、本当おすすめなので、誕生日プレゼントどうしようかな、クリスマスプレゼントどうしようかなと考えてる方、よかったらアズモ検索してみてください。2つ目買ってよかったなっていうおもちゃはこちら。これはボードゲームなんですけど、ビログを見てくれた方はわかるかなと思うんですけど、うちとトムがクロスワードの本をコスコで買ったんですね。でそっからちょっとクロスワードにハマって、じゃあ一緒にできるじゃんってことで買ったんですけど、これこういう感じでボードにアルファベットが書かれてるんですね。アルファベットのカードもついてくるんですけど、これ一応2通り使い遊び方はあるんですけど、その遊び方は結構無視して、もううちらのルールを作ってそれで一緒に遊ぶっていうのが多いんですけど、どういう感じで遊んでるかというと、カードを A だったら A を取ってって言って、A 同じところに置いてっていうようにさせてます。ABC の歌は歌えるけど、アルファベットをなかなか一つ一つ覚えてるのが苦手だったみたいなんですけど、これはゲーム感覚で遊べるので、すごいなんか最近 S はどれって言ったら、これが S とか、これが O、 これが E とか言って、なんかちょっとずつアルファベットも覚えてきてくれてるので、このゲーム買って一緒に遊ぶようになってよかったなと思います。スカイラも本当にこのゲームで遊びたい遊びたいって言ってくれるので、結構彼自身もすごい気に入っているみたいで、多分ねこれは5歳以上から遊べるやつなんですけど、まあ今までなんか ABC がついてるカードとかも持ってたんですけど、スカイラの場合は飽きちゃってそれも遊ばないっていうのが多かったんですけど、これは本当に遊び感覚、ゲーム感覚でできるので、こういうのはこれは買ってよかったなと思います。で、育児で気をつけてることも、質問をもらうんですけど、2歳半の時に、いくつかお話しして、それプラス最近気をつけていることをシェアしたいと思います。一つ目は、子供に選択肢をあげるっていうのは、スカイラーが1歳になる前からやっていることなんですけど、ミルクを飲む、水を飲む、水に氷を入れる、水に氷を入れない、今日は服をどれを着る、選んできて、今日朝ごはんを何を食べるとか、そういう感じで子供に、スカイラーに選択肢をあげています。2つ目は、私たちはもうまず見守る、スカイラーに何でもやらすっていうのをしています。ほとんどのことは服を着たりとか服を脱いだりとかも自分でできるようになったので、もう自分でできることは自分でさせるようにしています。時間かかってね、もうこっちへ急いでるんだっていう時もあるんですけど、なるべく余裕を持ってさせるようにしているので、なるべく早めに声掛けをして自分でさせるようにしています。3つ目が、観察をするっていうことをしています。変なこだわりとかも出てきて、この車を通し閉めたかったとか、あとシートベルトしたかったとか、なんかお手伝いしたかったのにみたいな感じで変なこだわりもちょこちょこ出てきてるんですね。で、何するのが好きなんだな、この順番にするのが好きなんだなっていうのを観察してやらすようにしています。彼ら自身のなんか順番とかやり方があって、それじゃないとやっぱりダダをこねちゃったりとかすることもあるので、スカイラを観察して、あ、これをすることが好きなんだな、次はこれをしたいんだなっていうのを普段から観察するようにしています。スカイラのやるようにやらせてみたら、やっぱりスカイラもすごいハッピーになるし、できたよっていう感じを伝えてくれるのでいいんじゃないかなと思います。こちらからのサポートは、これをしたら次何するんだっけっていう感じで声掛けをしたりとか、あとどうしても早くね急ぎたい時とかは、お手伝いするけど何したらいいっていう感じでスカイラに聞くと、パンツあげてほしいとか、ソックス履かせてほしいとか、そういう感じで教えてくれるので、観察をして、彼の順番とか彼のこだわりを傷つけないような感じで今はしています。次がやっぱりダダをこねることももちろんあるんですけど、物とか言ってダダをこね始めたら、いろいろ選択肢をもうどんどん上げます。外に行く、自転車に乗る、サッカーする、ゲームするとかいう感じでどんどんチョイスを上げて話をそらせます。スカイラの場合なんですけど、そうするとなんかもう結構パッと切り替えて、なんかそのノーってダダこねてることを忘れて、あ、
外に行く、お友達と遊ぶ、サッカーするっていう感じになるので話をそらせるようにしています。で、次が1回ダメっていうルールを決めたことはダメって言います。もし友達がね、ジュースを持ってきて、これスカイラーにってあげて、でもスカイラーにはジュースをあげてないので、これはスカイラーのジュースじゃないからスカイラー飲んじゃダメだよって言うと、やっぱり泣いちゃったりする時もあるんですけど、もうそこはもうめげない、もう絶対ダメって言ったからダメ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 で押します。自分がしてほしいことと反することなので、やっぱりね、かなり泣いちゃうこともあるんですけど、もう諦めないですね。例えばうちとスカイラー旅行の時は一緒に寝てたんですけど、やっぱその癖がついちゃって、こっちに帰ってきた時に、おまみと寝たい、まみと寝たいって言って、私の部屋に来たことも何回もあったんですけど、それはもうダメ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 の一点張り、もうどんだけ夜中に泣かれてももうダメ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 って言って押して、2日ぐらい夜すごいもうギャン泣きで、もうまみと寝たい、まみと寝たいって言って、私のところに何回も何回も来たんですけど、うちも本当に心が折れそうになって、もういいかないいかなと思ったんですけど、やっぱり鳴らしたら一回 OK って言ったらもうずっと OK になっちゃうので、もうそこはもう心を鬼にして、もうずっとダメって言って、で2日ぐらいしたらまあね、落ち着いたんですけど、泣いても暴れても絶対に意見は変えないです。私たちがダメって言ったものはダメっていうようにしています。やっぱり途中で意見を変えちゃうと、泣きわめいたら考えを変えてくれる、欲しいことをしてくれるって思われちゃうので、そこは舐められてはダメなので、絶対に意見は変えないです。最後なんですけど、親は親、子供は子供っていうのをちゃんと分かってもらうようにしています。スカイラーと遊ぶときは本当にもうなんか子供、うちらも子供に戻った時のように遊びます。でもルールはこっちが、親が決めるので、私たちが主導権を握ってるんですけど、遊ぶときは一緒に、本当に年齢も関係ない感じで子供になって一緒に遊びます。なので本当に遊ぶときは遊ぶ、真剣になるときは真剣になるっていうのを普段から気をつけています。で、育児をしている上で大切だなと思ったことは、悲しい、楽しい、怒ってるっていう感情を教えるってことはすごく大事だなと思ったんですけど、ずっと前からしていたことなんですけど、スカイラーが何かをしてくれたら、ハッピーだよマミ、ハッピーだよ、ありがとうっていうのをすごい笑顔でハッピーなんだよっていうことを伝えてたし、悲しい時はもう悲しいっていうのを伝えたりとか、怒ってる時はもう怒ってるっていうのを伝えるために、その感情を激しく表すことによって、スカイラーも本当に感情についてもう嬉しいっていうことと悲しいっていうのとかもすごく分かってきているので、感情を教えているとやっぱりコミュニケーションも取りやすいので、いいなと思いました。お友達のね、おもちゃを取っちゃったりとか、お友達におもちゃをシェアできない時はもうお友達にシェアしてあげないと悲しいんだよ、お友達がシェアしてくれなかったら悲しいでしょっていう、そういう感情とかも伝え合えるので、すごく大事かなと思いました。で、ダイニングテーブル の壁に写真を貼ってるんですけど、写真はね、みんなハッピーな写真、楽しい思い出の写真をいっぱい貼ってるんですけど、その写真を壁に飾ってから、ミッキーハッピー、スカイラーハッピー、マミダリハッピーみたいな感じで言うようになったので、僕それもすごく良かったんじゃないかなと思いました。それまであんまり自分たちの写真を飾りたくないなと思ってたんですけど、やっぱりみんながハッピーな写真を見たりするとスカイラーもハッピーになるので、それもすごく良かったんじゃないかなと思いました。あと、ありがとうごめんねはもうほんと早いうちからうちらは教えてたんです。ありがとうもう1歳前ぐらいからもう教えてました。物を渡すようになってぐらいから始めたんですけど、物をスカイラーが持ってきてくれるとニゴニゴしながらありがとうっていうことを伝えていて、でごめんねも私たちがもうちょっとスカイラーポンってぶつかっちゃったりして、もうごめんね大丈夫っていうような感じで、ごめんねっていうようなことも教えていたので、ごめんねありがとうもちゃんとね、やっぱり言える子になってほしいので、早めの時期からもう言葉を喋る前から教えてあげるのもすごく大事かなと思いました。